サッカーファンの皆さん、お待たせしました。注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、清水エスパルスが北海道コンサドーレ札幌と戦います。この試合も面白そうですね。どんな展開になるか期待しています。ホーム戦に臨むチームの失点数はリーグワーストの数字です。当面の課題は守備の改善といったところでしょうか。失点が多いとは思っていましたが、リーグワーストは反省した方がいいですね。今日のホーム戦はサポーターのためにも、相手を0点に抑えるくらいの気持ちで臨むべきです。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなりますが、パスを回しやすいシステムです。試合開始です。どうだ、キーパーはボールを見送りました。枠には飛ばないと判断したようですね。ルーズボールです。ボールはどっちだ。あっと、パスミスでしょうか。パスしたボールはまっすぐ相手に渡ります。いい位置です。ディフェンスボールを奪います。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。クリアして危機を出しました。白崎亮平、見事なロブパス。狙う。ここはブロックされました。主審はプレーを続行させます。ここはゴールに近い位置でファール。十分に狙える距離です。キーパーがボールをキャッチ。西大吾、見事なパスカットです。プレーオンです。アドバンテージを見ているようです。さあ、スタジアムのテンションが上がります。チャンスに見えたんですが、ここでポゼッションは相手側となりました。ディフェンスをかわした。ファーポストに入れた。まだ安心はできません。危ない場面でしたがクリアしました。レフェリーがプレーを止めます。ああ、イエローカードです。中を確認したい。いいパスが出ました。惜しいシーンでしたが、ラインを割ってゴールキックになります。清水エスパルスのうまいパス回し、チャンスを伺います。出足が鋭い。カットします。コオロギ、
クロスが中に入った。惜しい場面でしたがボールはラインを割りました。パスをカット、攻守が入れ替わります。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。中央へクロスが渡る。きた、先制ゴール。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。そして最後はこのヘディングです。キーパーの頭上を超える技ありのフィニッシュでしたね。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。ボールを取りに来ました。ファールの判定です。警告は出るでしょうか。おっとボールを取り返した。狙える位置です。ディフェンダーのインターセプト。何かしてきそうですが、このボールはキーパーが前に出た。さあここで一気に仕掛けられるか。先走りすぎましたね。攻撃はカットされ相手ボールになりました。味方に出すでしょうか。追いつきたい。ダイレクトボレー、決まった。ゴール。フィニッシュは完璧なボレーでした。リプレイを見てみましょう。この高い精度のクロスが決定機につながります。そしてこのボレー、完璧にボールの芯を打ち抜いています。これは痛い同点ゴールです。監督の表情からも伺えますね。興梠慎三、パスをカット、いい読みでした。さあどうだ。興梠慎三、弧を描くパスで裏を狙います。これはチャンスか。1点リードにできるか。止めた。ここはキーパーが立ちふさがります。前半終了です。スコアは1対1。後半戦キックオフです。サイドが空いています。今のプレーはファールですね。フリーキックが与えられます。選手が交代します。負傷での交代は痛いですね。クリアが小さい。これを守りきれるのか。ここはカウンターのチャンス。じっくりとパスを回しています。
ゴールをこじ開け均衡を破りたいところ。あっと、ここで相手ボールになります。前に運んでいます。タックルでプレーを切りました。スローインです。フラッグが上がっています。オフサイドです。裏も見えていたのか。裏へ通った。このシュートは外れます。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。先のことを考えすぎました。相手にボールを奪われています。低いパスはわずかに味方と合いませんでしたね。相手のスローインになります。鈴木、白崎良平、インターセプトしました。レフリーはどうだ。裏へのいいボールです。このパスが通ります。さあどう出る。ゴールゴール。またこの選手が決めました。これで2点目。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。さあ交代の選手がピッチに入ります。ディフェンスを抜いた。ボールはミドルサードからアタッキングサダイビングセーブで危ない場面もしのぎました。ボールを入れた。素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。このパスは相手に出したような形になってしまいました。ボールをクリアしました。これはナイスタックル。あっとパスミスでしょうか。パスしたボールはまっすぐ相手に渡ります。いいタックルだ。ボールをキープしました。まだ攻撃が続きそうです。飛びついた。スーパーセーブです。あれに反応するとは思いませんでした。追加点の欲しい時間帯ですから、決めきれなかったことに監督も不満な表情です。ここはキーパーが素早い前進。ボールを拾っています。ここでボールを取り返しました。これは危険な場所です。フリーキックですが、壁を越えて直接ゴールを狙えます。キーパーボールをキャッチします。さあカウンターを仕掛けるか。素晴らしいロブです。いい位置です。ここからどうするのか。タックルが決まり、ボールはラインを割りました。中に入れた。
コーナーキックからのセットプレーはキーパーが防ぎました。裏を狙う、よく見えています。プレーオンです。アドバンテージを見ているようです。このシュートを、引く、外れました。力が入りすぎたんでしょうか。もう少しコースを狙わないと、パワーがあっても意味がありません。自陣内でプレッシャーにさらされています。ここはアドバンテージを取りました。タックルで止めに来た。さあチャンスだ。ここは中央の選手にクロス。しかしキーパーが待ち構えていましたね。タックルを受けています。ボールを渡してしまいました。裏も見えていたのか。同点に追いつく絶好の機会を逃しました。残り時間を考えると最後のチャンスだったかもしれませんね。これが最後の攻撃かもしれません。時間がほとんどありません。アディショナルタイムが3分追加されました。何をしてくるのか。クロスが入りました。狙いは良かったのですが味方に合いません。試合終了の笛が鳴り響きます。残念ながら勝ち点はゼロ。アウェーチームの敗北です。一点差での敗北は悔しいですよね。しかしここで気を落としてはいけません。しっかり課題を分析して次節につなげてほしいと思います。